で定規の上を歩きましょう。どこに求人があるのかわからなかったんだよ。二重まぶたらと花粉がよく入るよ。テレビとかで二重すごいって刷り込まれていただけ。おむつでおしっこを漏れちゃう。おむつは不良品だけど、芸術作品ならおしっこ漏れた方が面白い。不良品は売れないけれど、新しく頼むのにはちょうどいい。頼むじゃなくて楽しみでした。ラーラー転がってた。もう別にどうでもよいかもよ。ラーラー転がってた。もう別にどうでもよいかもよ。曲聞きたいな。音が鳴ってるのに鳴っていない曲をね。音と完全に一つになって